1994年、川上産業によって商標登録された気泡緩衝材プチプチ。己の全てをかけてそのものを優しくたくましく守る。さらに2007年、バンダイによって生み出された無限プチプチは、プチプチのもう一つの魅力を見事に体現した。そしてついに無限プチプチは究極の進化を遂げる。ウィーウェアで登場、お家で無限プチプチウィー。プチプチの潰し方を説明しよう。リモコンは横、1のボタンを本能のままに押しまくろう。リアルな音と振動でボタンがプチプチに見えてきた。慣れたらリズムに合わせて潰してみよう。派手なリアクションでいつもより豪快に潰れるぞ。マインド診断、1日1回のミニゲームの結果に事前に登録したプロフィールと今日の天気を総合し、君のストレス状態を診断。今日のおすすめプチシートでストレス発散だ。他にもどんなプチがあるか知りたい？よし任せろ。日本史プチプチ、プチプチすることに歴史が1年ずつ進んでいくよ。ピアノプチプチ、ピアノを演奏した気持ちになれるよ。いくらどんプチプチ、雪だるまプチプチ、なんかオールだけボタラ、花火、もみじ、笑い、とにかくたくさんあるよ。さらにがむしゃらにボタンを連打する早押しプチプチや、みんなの憧れプチしもり、ずっと爽快プチ切り、二人で遊ぶ陣取りなどなど、800ウィーポイントで究極の退屈しのぎが君の手に。ウィーウェアで登場、おうちで無限プチプチウィー、6月24日配信予定。君の手の中で今新たな伝説が弾ける。